2019年3月2日、お台場アクアシティというショッピングモールですね。お台場が話題になったのはもう20年、1990年ぐらいなので20年もう少し経つぐらいですね。一時非常に人も少なかったんですが、外国人需要も含めて、最近また人気が出始めています。3月ということで梅が綺麗に咲いています。